とこんな風に合ってるからなのね。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと。もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる。気のないそぶりして仲間に加わった。テーブルを挟んであなたを熱く見た。あの子が振られたと噂に聞いたけど、私は自分から言い寄ったりしない。別の人がくれたラブレター見せたり、偶然を装い帰り道で待つわ。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと。もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる。好きだったのよあなた、胸の奥でずっと。もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる。あなたを振り向かせる。はい、拙い歌と伴奏を、聞いていただきましてありがとうございました。初級者の人にはね、弾き方の方がね、歌はダメですよ、弾き方の方が参考になるのではないかと思いましたね、解説をちょっとしようと思います。キーはね、 Am、Am、Dm、E7 を基調とした王道の、コード進行ですね。その中に C とか G とかを散りばめながら楽曲が進んでいくっていう形ですね。イントロの部分はね、サビの部分をね、のコードをこう取り入れながらもね、始まるっていうコードですね。Dm、Am なのに Dm から始まるっていうね、パターンですね。ほとんどの曲っていうのはキーのコードがその曲の先頭の、キーの曲から始まるっていうのが、普通なんですけども、ユーミンなんかは結構多いですね。違うサビのコードから始まってみたり、ね、するっていうのが ありますね。天才ですね。あとね、Am だとね、非常に弾きやすいですね。バレエコードとかハイコードが出てきませんのでね、弾きやすい。非常にいいんじゃないですかね。C とかだとね、F とか出てきますしね、G コードでも、Bm とか出てきますんでね、私も Am の曲が一番最初に、キーが Am の曲が最初に弾けた、曲でしたね。ですんでね、この、Am のキーの曲をやると、もうマイナー曲は、ほとんど制覇するんじゃないかなというぐらいの、勢いでね、ですんで頑張ってもらえるといいと思います。あと
私はね、フォーフィンガースタイル、まあ基本はね、フィンガーピッキングの人はフォーフィンガーが多いと思うんですけども、親指がね、6、5、4、人差し、見えるかな、人差し指が、3弦、中指が2弦、薬指が、1弦を担当する、スタイルですね。これで、弾いてます、こんな感じで。この曲のね、肝になるっていうか、ずっと貴重の部分ですね、なっている部分っていうのは、このタンタタンというリズムですね。ベース音、まあ、ドラムもそうなんですけど、夕暮れの街角、タンタン覗いたタン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 、見つめ合う見覚えあるふたり、こんな感じでね、このタンタタンのリズムをこうがベースになってますんでね、これを取り入れながら弾くと、弾き語るといいんじゃないかなと思います。具体的に、中身を見ていきますと、1拍目にね、ベースをちょっと長めに取ると、夕暮れの、あ、違う、の、夕暮れの、その次に2拍目に人差し指の、人差し指、中指、薬指で3本でね、3弦、2弦、1弦を同時に、弾いてください。夕暮れの、夕暮れの、これね。で3拍目に、例のタンタタがきます。夕暮れのタタがきます。ここが肝ですよね。これを2回弾くことによって、いい感じで、この曲が流れていくっていうことですね。もう一回いきますよ。夕暮れの街角、4拍目にこの人差し指3弦、中指薬指で1弦2弦を弾くと、でまた人差し指に3弦に戻ると、これが4拍目でこうちょろっとつけてあげるわけですね。いきます。夕暮れの街角覗いた木、この木さて、ここでベースが、D から G に行くんですけど、一小節に、2つコードが出てきますんでね、その時にベースのこ、あれがスムーズに流れるようにね、 D マイナーの、コードの、一種であり、構成音であります5弦もね、普通は D はまあ4弦を叩くんですけど、ここで G に行くためにスムーズに流すために、D、こんな感じでね、G、5弦の開放弦もね、こう入れてあげると、スムーズにこうベースが流れるんじゃないでしょうかね。あとですね、まあこれがまあリズムの部分なんですけども、コード的にはね、まあ楽器ミーさんとか楽器ミーさんね、U フレットさんね、いい、今いい時代ですね。コードが、ね、検索すれば出てきます。それでね、拾っていただければ、全然いいと思うんですけれども、正解はないんですが、例えば D マイナーなのか D マイナーセブンなのか、G なのかまたは G セブンスなのか C なのか C メジャーセブンスなのか、この辺はね、自分のね好みでやっていただければいいんではないかと思います。重いね、重いっていうか安定感のあるね、安心感のあるコード進行だったらもうメジャーとかね、で決めてもらえばいいと思います。覗いた喫茶店、これがマイナーとかね、メジャーコードですね。もう一回言ってよ。喫茶店 D マイナー G C ときます。
これでもいいですし、セブンスを交えてもいいんじゃないでしょうか。軽くてね、おしゃれで軽妙で、いいんじゃない。あのセブンスの響きもね、おしゃれですんでね、あのボサノバ的なね、シメジャーセブンスがおしゃれですよね。こうやって、まあ、自分の好きな方を選べば、いいんじゃないでしょうかね。あと、あの、一つ、言っておきたいのがね、ちょっと難しいんですけども、サビのところで、あの、好きだったのよ、あなた、胸の奥でず、こうです。ずっとの時に B7 が出てくるんですけども、普通、原曲も B7 だと思うんですが、ここはね、キーが Am の時に、よく出てくる Bm7flat5 っていうやつがあります。押さえ方がちょっとね、もう見えんと思いますけどね、また調べてください。Bm7flat5。これですね。B7 のまあ代用コードでもうあるわけなんですけども、これがね、非常に、よく、ポピュラーでもね、世界でも多用されますし、いいこう奥行きのある、陰影のある深い、ちょっと暗いかな、いうような響きがね、気に入ってますんでね、この胸の奥でずっと思ってる感じの、この深い部分がね、B メジャーセブンスフラットファイブでね、表現できるんじゃないですか。ここでね、胸の奥でずっと、が原曲です。ですが B メジャーセブンスフラットファイブですかと、胸の奥でずっと、どうでしょうね、あまり気に入らないかな。胸の奥でずっと、僕はこのこっちの方がいいかなと思って、こうその歌の方でもこう B メこれを使ってやってるんですけどね。あと、コード的にはまあそんなところなんですけども、一番またリズムに戻るんですが、このあのサビの部分のね、こうテンポをね、一拍こう一テンポを遅らすっていう感じでね、ちょっとアクセントをつけながらこうサビをね盛り上げるっていう、好きだったのよあなた、ちょっとね、テンポを遅らすとね、なんか、その原曲にあったね、いい感じが出るんじゃないかね。胸の奥でずっと、みたいなね、感じでね、やってもらえれば、いいと思います。好きだ。だから、ここで一般テンポを遅らすわけですね。あなた、胸の奥で、ここで、くで、我慢して、くで、ずっと、みたいな感じでね、やって、弾いて、まあ、だってね、わざわらしくやっていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、リズム感をね、大切にしてもらって、やるっていうことでね、リズムできない人がいてますけれどもね、まあね、50過ぎたおじさんがね、こんな歌をね、歌うのも何でしょうかでね、可愛い女の子が、こう、可愛らしい声で、歌っていただけるとね、いいかなと思います。できれば YouTube なんかにね、アップしていただいて、私もそういうのが見たいもんですからね、ぜひともアップしていただけると、嬉しいです。今日はありがとうございました。つたない解説ですけれども、動画編集ソフトもありませんのでね、まあこんな感じで、やりましたけれども、またよろしければ見てください。ありがとうございました。